こんにちは、たびにゃんです。今回は自宅療養最終日、スターバックスのスターバックスミール A を頼みました。こちらはスターバックスのラテ、あとハム&マリボーチーズ、石窯フィローネ、チョコレートチャンクスコーンの入ったセットを頼みました。1582円かかりました。ごめんなさい、最初の方取れてませんでした。スタバってちょっと高いけど、おしゃれで美味しいですよね。今回フィローネっていうものを頼んだんですが、このフィローネっていうのがイタリア語で小川、流れを意味する言葉で、細長い形のブレッドを指すそうなんです。ハムとチーズがたっぷり入っていて、表面がしっとりしたフランスパンのような感じのパンに挟まっていたので、ハムとチーズの旨味が際立っていました。こちらはチョコレートのスコーンなんですけれども、このスコーンいつも美味しそうだなって思っていて、食べる機会がなかったので、今回は食べられて温かいスコーンに感激しました。いつもながらウーバーイーツの配達員の方の迅速さに感謝いたします。フィローネもスコーンも温かくて、お店で食べているのと違和感がありませんでした。スコーンは中がホロホロで甘さ控えめで、大きなチョコレートがたくさん入っていて、とっても美味しいです。スタバは1971年にアメリカワシントン州シアトルで開業した世界最大級のコーヒーチェーン店だけありますね。今回はアマゾンで購入した抗原キットを使って検査をしてみることにいたしました。抗原キットなんですけれども、歯磨きの後、そしてうがいや食事の後から30分は経過した時に検査するっていうことが条件になっていて、こちらは新型コロナウイルスにも対応している、オミクロン株にも対応している抗原キットでした。抗原検出精度は 99.4% 以上だそうです。検査方法は、まず舌を出して喉の奥の方を検査キットで拭い、そして舌の下に当てて2分ぐらいそのままにして、唾液をよく染み込ませてから抽出バッファに押し込みます。体重をかけて舌まで押し込むのがポイントです。そうすると間もなくこういう赤い線が出てきます。そして抗原陽性か陰性の他に、抗体が少しあるか中ぐらいか多いかっていうことも分かるので、とっても便利なキットです。このキットは1回700円 Amazon で購入しました。概要欄に URL 貼っておきますので、興味のある方はこちらを参考にしてみてください。励ましのコメントや相談に乗っていただいたり、いろんなことを教えていただいて感謝いたします。バイバイ。